Fukushima. From the people of Fukushima, this program will continue to speak to the world. Voice of Fukushima. 今回は震災後福島に転居した小笠原隼人さんのボイスです。小笠原隼人さんは現在福島県郡山市で子どもの電話相談チャイルドライン郡山の事務局長を務め、福島人図鑑というインタビューサイトも立ち上げています。まずは福島県に住むことになったきっかけを伺いました。 Today's Voice。 きっかけは旅行ですね。たまたま親戚に東北の被災地を見に行かないかって言われて、震災があってから1年3ヶ月で気になってたんですけども、なかなか行く機会がなかったし、私の場合福島に知り合いが一人もいなかったので、なんかこう具体的にこの人に会いにみたいなのも特になかったんで、なんとなくこう足を運べずにいた中、呼ばれたから、じゃあちょっと行ってみようかってことで、岩手からずっとこう2泊3日ぐらいかけて海岸をこうずっと見ていって、で南相馬まで行ったらもうそれ以上海岸沿いに進めなくなったので、そこから内陸の方に入っていって、で郡山まで来ました。住むようになったきっかけは、最初にその駅前に立ってその普通だって第一印象あったんですけれども、なんかそのまま帰るわけにはいかないなと思って、もっといろんな人に話を聞いてみたいと思ったんですね。で知り合いがただいないので、どうしようかなっていう時に、たまたま今そこにいるんですけれども、今一緒に働いている鈴木という今の上司がですね、僕が入っている、とあるメーリングリストにこう人材募集のこうメールを投げて、その福島の子ども支援に興味がある人、働いてみませんかみたいなのがあったんですよ。で私たまたまその時仕事もなかったので、あ、じゃあちょっと求職者のふりをして話を聞きに行こうっていうところで、で会って話を聞いて、でなんかそのまま流れで小田貝様センター、富岡町のその仮設の真ん中にある小田貝様センターに行って、子どもたちとなんかこうたまたまその日たこ焼きパーティーやってたから、それにも混ざらせてもらったりとかして、で、で私その時思ったのは、子どもたちのイメージも僕の中ですごい勝手なものがあって、こう仮設住宅に住んでる子どもだからすごい大変なんだろうなとか、なんかなんだろう、こうストレスが溜まってんじゃないかと。でそれは別に間違ってたわけじゃないんですけど、実際に会った子どもって、普通というか、仮設の中では騒いでこう楽しくやって、でそういう風にたこ焼き一緒にやって、こんな感じなんだ。でその時こう出会ったその鈴木さんであったりとか、その時なんだろう、たこ焼きパーティーをしてた、その時そこにいる江藤さんという人もいたんですけれども、この2人の方がって面白かったんですよね。なんかこの人たち何してんだろうみたいな、でいろいろ話してて、でその後知り合いを紹介するよみたいな感じで、そのピーナッツっていうこうなんかいろんな人が集まるたまり場みたいなところなんですけど、そこに連れてってもらったら、いろんな活動をしている同世代の若者とかに出会って、でなんかこういう人たちがいるんだって、でこれは全然自分が来る前に知らなかったことだなと思って、もっと知りたいということで通い始めたんです、東京から。で何回か通って、で私も今やってるんですけど、インタビューサイトを作ってるんですけれども、自分みたいにその福島 の, そのなんか放射能に対するなんとなくのイメージとかそういうものじゃなくて、こうその中で一人一人自分 の, その価値観を持ってその活動している、その自分がこの街を良くするんだとか自分から変えていくんだって思いを持っている人がいるんだってことをいろんな人に知ってほしいなと思って、インタビューを発信しようと思って通い出したんですよね。で 4,5 回ぐらい来たんですけど、バス高速バス乗って、でその間になんかこうなんか住むところもあるし、なんかこう仕事もあるしみたいなことで、で仕事自分当時してなかったから、じゃあ通ってくるんじゃなくても引っ越した方がいいんじゃないかってことで引っ越したのが去年の8月です。続いてチャイルドラインで福島に住む子どもたちの相談を聞いての感想です。電話を通して何を聞いてるかって言ったら、被災していろんなストレスであったりとかモヤモヤした気持ちを抱えている子どもの、そのモヤモヤしたものをそのまま聞くっていう、なんか
そこで具体的にこう解決してあげるってことは私たちがしてるわけじゃないんですけれども、ただ誰にも言えない思いを言葉にするだけでもすごく意味があるっていうふうに思っているんですよね。で、まあ、その感覚っていうのは私もともと葬儀の仕事をしてたりしたんですけど、東京で。で、例えば、まあ、自殺問題とかそういう関心があるんですけれども、自分が何か大事なものを失った時にその喪失感とかそういったモヤモヤした気持ちを言葉にして受け取ってもらえるだけでものすごい自分の中でこうすっきりしたりとか、こう次に進めるってことってあるんだっていうのは実感として元から持っていたんですよ。だからこの震災でこう突然いろんなものをこう奪われてしまったこう喪失感であったりとかで、福島においては特によく言われるんですけど、その曖昧な喪失っていうのは、曖昧な喪失っていうのは失ったのか失ってないのかもよくわからない、まあ、遺体がまだ見つかってないご家族の方、まあ、遺体が見つかってないっていう方はちょっと間違ってますね、そもそも亡くなったかどうかもわからないとか、今避難してきて家に帰れるかどうかもわからないとか、仕事が復帰できるかどうかがわからないとか、ではっきりとした喪失じゃなくて、そういうこう曖昧とした喪失、曖昧とした喪失で、これってすごくたまりやすいというか、自分の中で扱うのが難しいもので、でもそれをこう言葉にする、でそれを誰かに受け取ってもらえるっていうことはものすごく、意味のあることだと思って、でそれが自分が今その団体の職員として、関われてるっていうことはとてもやりがいのあることだと思ってます。最後にこれからについて伺いました。なんかその取材とインタビューは違うっていうことをある人に僕習ったんですけど、なんか取材ってこう材料を取りに行くっていう作業だから、こっちがあらかじめこういう記事を書くみたいなイメージがあって、それに合わせた話をこう聞くみたいなことを自分もまあやることもあるんですけれども、そうじゃなくてあくまで自分の中のまっさらにして相手の方のその話にこうついていくみたいな、でっていうのを今たまたま福島でさせてもらっているんですけれども、多分もうしばらく福島でずっとやっていくかもしれない。ただそこで何か学んだものとかを生かせるのであれば違うところにいいかもしれない、まあ、最終的には社会がみんなこう多様性がちゃんと共存できるものようになって、一人一人が自分のストーリー生きられるようになったらいいなと、そういうふうに思います。やっぱ仲間にすごい恵まれてると日々感じてますね、うん、楽しいです。こうなんかいろんなご縁ですごくこう一人一人のなんか人間のこう結びつきがこう全体的な感じがしていて、例えば東京でサラリーマンやってたら、まあ、この人は仕事仲間とか、この人は飲み友達とか、こうなんかこう役割が分かれる感じがあって、別にそれが完全に悪いってことではないんですけど、今はその人と人としてこう付き合うっていう姿勢で日々入れてる気がして、なんか仕事だけの関係とかそういうことじゃない、そういう環境にいられる感じがして、なんか楽しいと思います。小笠原さんのライフワークともいえる福島人図鑑では、これからの福島県を担う若い世代のインタビューを聞くことができます。ボイスオブ福島、今回は震災後福島に転居したチャイルドライン郡山の事務局長、小笠原隼人さんのボイスでした。ナビゲーターは久保田彩乃でした。